はい。それでは、ここ行きますね。ここ。<laughs> いろんな撮影モードがあります。ここに出てくるモードってね、もうお馴染みのものは、ちょっと省いちゃおっかな。この子供っていうやつがね、新しい。これ見たことない。これ何かっていうと、動きが止まった時に景色や人物の写真を自動的にキャプチャーしますって書いてあるね。どういうことうわーい。 あ、なるほど。そういうことか。例えば、こう、こういうふうにね、子供が遊んでて、パって、あ、ダメ顔を認識するわけだね。えー、っと、こう顔認識をして、止まった時に、パシッとやると。なるほど。へえ。ー。全く止まってる時にも勝手に写真撮るね。 こう隠れてましたと、出てきました。こう動いていて、止まったと。おおなるほど。こういうのが動いてたときに、あ、これ顔認識してないもんね。してないから多分関係ないんでしょう。取らないもんね。やっぱり人の顔がないと作動しないって感じなんだな。 えーっと、それで、この鳥。ああ。なるほど。<music> ここで音量が変更できますよ、と。ということなんで、多分これは子供を和ますためのものだよね、きっとね。あと、HDR Pro。 元々は HDR っていう名前だったんだけど、プロになったんだね。まあ、とは言ってもこれ多分名前が変わっただけで中身は変わってないんじゃないかな。パシって撮ると処理中って出るけれども、写真を複数枚撮ってそれを合成することで HDR 処理をしているということなんだと思います。オートにした時のこの HDR とはまた全然別で、こっちは HDR を しても全くタイムラグがないんだけれども、こっちの方はタイムラグがありますよと。いうことだよね。当然こっちの HDR Pro の方が効果が大きいということなんだと思います。だからこそ HDR Pro という名前なんだろうと。あとはもうおなじみのモードばっかりなので、あ、美人エフェクト。これなんか変わったのかな手元の全ンズームの美人エフェクトの 項目と比べてみてるんですが、この項目増えたね。肌のトーン。へー。それを変更できるようになったんだ。そうなんだって。ちょこっとバージョンアップしてるんだね。そんな感じ。えー、っと、エフェクト撮影。エフェクト撮影は、これまた全本ズームと比べてるんですが、雪っていうエフェクトがなくなってるね。 画面上に雪を降らすっていう効果があったんだけれども、それなくなっちゃったね。なんでだろう。目立った違いはそんな感じかな。一応ここのインフォメーションでざっと見ておきましょう。全部。オート、マニュアル、HDR Pro、美人エフェクト、超解像度、子供、ローライト、QR コード、夜景、 単焦点、エフェクト撮影、自分撮り、ジフアニメーション、パノラマ、ミニチュア、タイムシフト撮影、スマートリムーブ、オールスマイル、スローモーション、低速度撮影、いわゆるタイムラプスってやつだね。で、終わりと。ね。 以上ですね。